五反田駅は、東京都品川区東五反田一丁目及び、道二丁目にある、東日本両格鉄道、東急電鉄、東京都交通局の駅である。以下の三車三路線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。三路線ともに、島式一面二線の駅である。1936年当時の駅舎駅周辺の、 白黒空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成リニューアル前の五反田駅1911年間接鉄道が江原郡大崎町上大崎屋ざしの神に駅を開設したが近隣の河大崎の字で町が形成されつつあった五反田を駅名に採用したなお五反田とは五反の田を意味する 島式ホーム一面二線を有する公開機である。究極線上にホームがあり、駅の真下には国道1号線が交差している。改札口は JR が管轄する1階改札口と東急が管轄する東急五反田ビル口と2カ所ある。2010年時点では駅構内の改良工事を実施している。改札内のトイレと改札外の切符売り場はそれぞれ、 リニューアルが実施された上に、ホームと一階改札口を連絡するエレベーターが新設された。その後も、東口には改良工事のための建材を置くスペースが広く確保されている。2008年3月14日には、駅西側に直結した複合商業施設、アトレビゴタンダが開業した。高級スーパーマーケット、成城石井や飲食店などが入居している。 さらに改札内にはドラッグストアが、改札を出た正面には、ヌーデイズや、ベーカリーなどが開業した。2020年3月26日には、ホテル、JR 東日本ホテルメッツ五ン田、商業施設、アトレ五ンダにが開業し、商業施設、アトレビ五ン田が、アトレ五ン田1へ、名称変更された。同年6月19日には、ホテル、 JR 東日本ホテルメッツ五反田にて、駅中シェアオフィス、ステーションワークが利用可能となる。東急五反田ビル口の自動券売機は、東急仕様となっており、入場券の口座を有していない。そのため、JR 駅の入場券は、生産所と書いた紙片を販売している。乗り場島式ホーム一面二線を有する高架駅。山手線よりさらに高い位置にある。 この駅は、大岡翔平の、武蔵野夫人1950年や小おず、安次郎監督の映画、東京母色1957年にも出てくる。駅ビルである東急五反田ビルと一体化しており、4階から池上線ホームに直結している。車椅子などの利用者には、東急五反田ビル内のエレベーターを利用することで、バリアフリーに対応している。 その東急五反田ビルは2008年4月23日に全面改装され、飲食店、食料品、雑貨店など33店舗が入居するショッピングセンター、レミ五反田として開業した。テーマは、プレザントオークであり、吹き抜け空間を駅改札と連絡する4階から5階部分に新設した。それに伴い、改装前から入居している。 東急ストアは1階から3階までに縮小されていたが、2020年4月24日に五反田東急スクエアに改称され、東急ストアは地下1階と地上1階のみに縮小された。池上線山手線間の連絡通路は長らく、階段のみで改良工事も行われていなかったが、2012年8月末までにバリアフリー対策のエスカレーター及びエレベーターが、 設置され不便は解消された。ただし、新改札口等を設けたわけではないため、池上線から浅草線や地上階へ向かうためには、従来通り池上線改札郊外を経由する必要がある。もともと池上線は、隣の大崎広小路駅を終点として、徒歩連絡による乗り換えで当駅に接続する、携帯であり、道駅へは歩いて行けるほど資金であった。 また、当初は、池上電気鉄道が山手線の上を越えて、八金方面へ延伸する計画があったため、高架駅である、大崎広小路駅よりさらに高い位置にある。なお、1960年代中頃に、東急泉学寺線が計画されていた際に、池上線一部区間の廃止が検討されていた時期があり、その際にはこの駅を、 高架から地下に移転し、池上線から仙岳寺線に線跡も変更する計画もあったが、その後の計画変更で仙岳寺線の建設計画は中止となったため、引き続き高架駅のままとなっている。高架下に飲食店が入居しており、2018年3月13日には、目黒川を挟んで、大崎広小路駅までの約230メートルの、 区間を商業施設、池上線五丹田降下したとして開業している。夜間停泊が一本ある。蒲田駅発五丹田駅行きの最終列車は当駅に到着後、夜間停泊して、翌日の蒲田駅行きの始発列車となる。駅長所在駅であり、五丹田駅間内として、当駅行きが、谷大塚駅間の各駅と、北千属駅を管理している。 乗り場島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札街とホーム及び、JR 五反田駅に近い A3 出入り口とコンコースを連絡するエレベーターとエスカレーターが設置されている。副駅名は立正大学前。当初計画では、仙学寺駅高輪台駅間の工事の遅れから、西馬込駅から東駅までの部分開業も、 検討されていたため、戸越寄りに両渡り線を設置できる構造となっているが、隣接の戸越駅に非常渡り線を設置したことで、当駅と戸越駅との間を単線運転で対処できることと、結局仙岳寺駅まで開業することとなったため、現在に至るまで渡り線は敷設されていない。大門駅管区五丹田駅、つとむ区の所在駅であり、 浅草線の西馬込名駅千楽寺駅間の各駅を管理している。定期券発売所、ホームにメルシー売店が設置されている。乗り場各年度の1日平均乗降人員数は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。最寄りバス停留所は、駅前のバスターミナルにある、五反田駅となる。なお、4から6番乗り場は、 駅正面にあるが、隣の一方向のみの東五丹田一丁目バス停は、以前は五丹田駅を名乗っており、両方向に乗降場があって、品90が発着していた。以下の路線バスが乗り入れ、東京都交通局、東急バスにより運行されている。出店報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。